どっちありです、今日なんですけどもね、デラダの、19年秋冬ファーストデリバリーが入ってきましたのでご紹介したいかなというふうに思います。今回ご紹介するのはですね、はい、カットソー、一肩3色と、シャツ一肩2色、そしてベストですね。このベストね、今季結構シグネチャーじゃないかなっていうふうに思う、ベストでございますけども、はい、一肩3色入ってきております。まず、カットソーですけどもね、プリント T ですね。プリントの、半袖の T シャツ、一肩目、二つ目、三つ目という形になっておりますね。で、これがね、皆さん、まあ、デラダってね、皆さんご存知か分かりませんけども、デザイナーロシア人ですと。で、ロシア人の、これね、昔の、まあ、ちょっとこう、政治的なイデオロギーが感じられるポスターですね。それをちょっとこう、まあ、デラダっぽく、現代に落とし込んだっていう感じでございます。はい。でね、僕もね、なんつってもね、上智大学ロシア語学科ですから、過去にね、こういうの、勉強したことあるんですよ、授業で。詳しく覚えてないですけど、でもこういうね、なんかポスターとかが、やっぱ過去にあって、ちょっとなんかそういう、ちょっと独特のね、まあ、レトロっぽいんですけども、はい。ちょっとやっぱ独特ですよね。タッチとか、絵のタッチとかが。まあ、それが、ちょっとまあデザイナーのね、こう、バックグラウンドを感じさせる、そういうデザインとなっております。はい。はい。それとね、シャツですね。はい、シャツ。今季のシャツは、まあ、デラダといえば結構シャツっていうイメージあったと思うんですけども、今季はですね、まあ、僕は結構意識的にというか、まあ、ブランド側もそうだと思うんですけど、ちょっとそのシャツっていうのをちょっと一回置いとこうみたいな、多分そういうテンションがね、僕はあったなと思っておりまして、デザイン的にいつもみたいにこうデコラティブな袖とか、なんかそういうんじゃなくて、よりもうちょっとシンプルな感じで、ちょっとね、この辺の、首元の感じが、前回ご紹介した総志大月の着物シャツにちょっと似てるんですけど、ただね、これちょっと違うのは、まあ、後で着てご説明するんですけども、全体的にねじれてるってことなんですよ。まあ、総志大月のね、シャツとね、こうブランドの、アイテムとアイテムを比べるのもちょっと、あんまり、あれかなと思いますけど、まあ、わかりやすさを重視した点で言うと、まあ、総志大月の襟がこうずれてましたね。襟の位置。この中心線がずれてたって感じなんですけど、これはもう全体的にずれてるって感じですね。だからまあちょっと後で着てね、ご紹介しますけども、例えばまあこの辺のね、線とかもほらずれてるわけですよ。これ前に着てる。なんでもう全体的にグイってねじれてるというようなイメージ。だから普通だったら、ま、真横に来るここのね縫い目もうこうもう前に来ちゃってるっていう。わかるかな？こっち来ちゃって、で、この右脇の方は後ろ来てるっていう、全体的にこれはちょっとこうねじれてるっていうような構造なので、まあ、前合わせのここだけ見ちゃうと似てるなって感じなんですけど、まあ全体的にちょっと、実は違いますっていうところ。これが白と、こちらちょっとベージュの生地でご用意しております。そして、こちらですね、なんといっても、このニットベストがね、僕は結構今季っぽいんじゃないかなと思います。これもねじれてるじゃないですか。だからシャツと同じ感じですよね、テンションとしては。はい、ねじれてます。ちょっとねパッチワークみたいなそういう感じじゃないんですけど、だからクレイジーパターンみたいな感じじゃないんですけど、まあ、パターンはクレイジーっちゃクレイジーですけど、だからちょっとこうねじれてこうずれ落ちてるっていうか、うん、そういうデザインのものが一型二型、そして三型とありますという感じでございますね。はい、三色ですね。はいはい。まあ、じゃあ、そんな感じでちょっとね、カットソーの方から着ていこうかなと思います。はい、着てみましょう。どうでしょうか。ういっす。ういっす。はい、最初言っておきます。こちらですね、サイズ、M サイズで、お値段2万円という形になっております。はい。はい、これですね、まあ、私、なんといってもね、ロシア語を勉強してた身ですので、ちょっとここのポスターの意味をね、ちょっとロシア語入ってるんですけども、ちょっとご紹介していこうかなと思います。ちょっとカメラの下の方がいいですね。はい。じゃあ、まず僕が着てるこれ。わかるかな？はい、デザイン、ちょっとね、読みにくいかもしれないんですけども、ここにね、3行あるでしょ。で、ここの下は一番デラダって書いてあるんで、まあ、デラダです。ブランドの、ブランド名ですけども、この上にね、フシグダウ、ブピリオットって、合ってるかな確か。ブピリオットって書いてあるんですよ。ブピリオット。ちょっと発音が難しいですけど、はい、ブピリオットって書いてありますね。で、この下にフシグダウ、ク、パビエダ。パビエデ。フシグダウ、ク、パビエゼと。
いうことで、これどういう意味かっていうとね、フシグダーっていうのはね、まあ、always っていう意味なんですよ。いつも、常にってこと。で、ブピリオット、前にってことですね。常に前へ。そして、フシグダークパビエゼは、勝利。勝利ですね。勝利へ。常に、前へ。常に勝利へっていうことで、そういう意味です。だからもうこの絵もそういう感じでしょ。はい。多分合ってると思います。すいません、違ってたらごめんなさいね。でもそういう意味だったと思います。前へ、そして勝利へっていうことで、はい。こう、ね、男の人っていうのが、こう、なんか力強く、こう、トーチみたいなね、ものをこう掲げて、こう、行くぞみたいな、ちょっとそういうような、ポスター、グラフィックになっております。はい。はい、それがまず一つ目ですね。二つ目、これですね。ちょっと可愛らしいですけど、ちょっとね、キッズがちょっとこう、あーみたいな、あーってね、こう力こぶを作ってて、その力こぶのところにこれデラダって書いてあるんですけど、これがどういう意味かって、これね、ナーシャシーラブデラダって書いてあるんですけど、これどういう意味かって、ナーシャってこれね、私たちのって意味なんですよ。私たちの力ですね、シール、シーラっていうのはこれ、ね、力って意味なんで、シールっていうのが力っていう、あれなんで、ナーシャ、僕たちの、私たちの、俺たちの力をデラダにっていう意味なんです、これは。だから、まあ、なんかこうね、パワーをこう、デラダにみたいな、なんかまあそういうようなあのニュアンスですよね。なんかちょっとなんだろうな、ニュアンス的に、ちょっと戦争をこうね、彷彿とさせるというか、想起させるようなデザインかなと思いますよね、ちょっと、こう、戦時中というか、国民を鼓舞するみたいな、多分なんかそういう、こう、ちょっと力強い。エピソード、うん、エピソードじゃない、グラフィックポスター、はい、そういう意味になってますね、はい。で、もう一個、はい、これがね、ちょっとなんか不思議な感じなんですけど、僕もこれはね、意味を全て汲み取れないんですけど、まあなんか、ちょっとおばあさんなのかな、魔女なのかな、ちょっとわかんないですけども、そういう方が、こう、でっかい、デフォルメされた足で、こう、なんか一歩踏み込もうと。そしてその靴の裏にデラダと書いてあるんですけども、これがね、ダゴーニー・イ・ピリゴーニー、ダゴーニム、イピリゴーニムって書いてあって、ここに、デラダって書いてあるんですけど、これどういう意味かっていうと、追いつけ、そして追い越せっていう意味なんですよ。追いつけ、追い越せと。いうような、こう、結構、どれもそうですけど、力強いメッセージがね、あるじゃないですか。はい。これは、まあ、こう、追いつけ、追い越せで、まあ、このね、方が、ね、こう、歩いていく、前に前進していくっていうような、こうな、なんかニュアンスが感じられるんで、まあ、もしかしたら文化的になのか、わかりません。経済的になのかもしれませんけども、まあ、先進国とかね、そういった、国々に追いつけ、そして追い越すぞ、みたいな、多分なんかそういうのがあるんじゃないかなと、僕は、想像します、という感じですね。はい。はい、まあ、なんかそういう感じで、どれもね、どのグラフィックも、なんかちょっと近づく、強く、メッセージ性があるような。ちょっとそういう、モチーフなのでね、はい、背景のストーリーも分かっていただいて、ちょっと来ていただくとより一層楽しめるのではないかなというふうに思います。はい、僕しかできませんね、これね。僕しかできないですね。ロシア語を勉強してたら僕しかできないこの説明。はい、貴重な説明ですから、はい、ちゃんと耳に入れといてくださいと。はい、まあじゃあ T シャツはその辺にして、ね、ちょっとじゃ あのシャツの方をちょっと着ていこうかなと。はい、シャツです。着てみました。どうでしょうか。これいいですね。これいいですよ。ちょっと待って。最初に言っておきます。これ、僕が今着てるのは S サイズでお値段、3万円でございます。3万円です。3万円。3万円なんでね、値段もいいでしょう。ね、価格帯も良くて。はい、まあ、こんな感じです、シルエット。まあ、僕で S サイズくらいで、でも、まあ、ジャスト目であるんですけど、でもそんななんかタイトとかではないですかね。まあ、こんな感じ。まあ S、僕は S かなというふうに思います。まあデラダのシャツってね、結構まあ近年というか、ずっとこう、それこそなんかブランドのアイコニックなシャツのデザインって結構オーバー目が多かったんですけど、これはどちらかというと作りそのものがそんなオーバーっていう感じではないですね。はい。S サイズです。はい。でなんですけどもね、先ほど申し上げた通り、ちょっとこう、ずれてるんですよ、全体的に。全体的にずれてて。まあ、こうやって物をちょっとね、お見せしてお話すると分かりやすいと思うんですけど、まあ、まずもうこなんか全体がこう、なんていうかな、こうなってたもん、なんて言っていいかな、こう、斜めにずれてるって感じなのかな。だからこっちの肩のね、ここの縫い目はこっち見えてないわけじゃないですか。ね、だからこれが本当は後ろに来てるはずなんですね。後ろに来てるはずの縫い目が前にグイって来てて、で、こっちは、このままっていう。
だちょうど肩の辺にあるはずの縫い目なんですね、これはね。本来であればこの辺にね、両肩のこの辺に見えてるはずの、あの縫い目がこっちはちょっと前に来てて、こっちは後ろにずれてて、でそれに伴ってですけども、前合わせもちょっとこっちに傾いてるっていう、わかります？ずれてるんですよね、ここもずれてると。で、ね、脇の縫い目もこの左脇の方がこっちずれてるからちょっと前にまで見えてきちゃってると、ね、でもこっちは、後ろの方に行っちゃってるっていう、ずれてるんですよ、ずれ、うん、ちょっとこうなんだろうな、地層がずれてる、ずれてるみたいな、だからそういうイメージですね、はい。で、まああとはなんだろうな、前のボタンがね、結構またこう付け方が特徴的で、三発三発三発みたいな感じで、ちょっとこうなんだろう、三個セットみたいな、団子三兄弟的なノリでこう配されてるのがちょっとまあ特徴的ではありますかね。はい。どうですか。白もいいしね。ベージュ良くないですか。ベージュのこの色はなんか僕いいかな。ちょっとカフェオレっぽい感じの色。はい。で、生地なんですけど、生地はね、コットンです。コットンのブロード地なんですけども、ドレスシャツっぽくないですね、逆に。あんまりドレスしてる感じではない。で、生地がね、どちらかというと薄めの生地。糸が細い感じがします。なんかちょっと繊細な、タッチがありますね。繊細な感じの、うん。着心地が。うん。そういう感じです。はい。どうですか。だからなんかアイロンとかでパリッとさせる、なんかそういう感じのシャツではないのかなっていうふうには思いますね。はい。どうですか。だからちょっと違和感があるんですよ。ね。パッと見なんかあれみたいな。あ、普通のシャツですかねと思いきや。あれなんかちょっとここずれてないみたいな。あれなんか、みたいな感じで、ございます。ということですね。はい。で、まあこれとね、ちょっと親和性があるようなデザインが、まあ、ベストの方になっておりますから、ちょっとベストもね、これこの上から着てみようかなというふうに思います。はい、着みました。どうでしょうか。ベストですね。はい。良くないですか、これ。これいいですよね。で、このベージュのね、生地の色合いともちょっとマッチしてて、ちょっといい感じではないでしょうかと思いますと。はい、最初に言ってきますね。これが色的には、IC&オリーブっていう色で、サイズ S で、お値段5万5000円となっております。はい。あのね、これ前から見るとちょっと丈短めなのかなと思いきや、まあ、ずれてる感じで後ろが結構長いですね、はい、丈感でいうと。でね、シルエットでいうと、でもまあこれもどうなんだろうな、ちょっとざっくりめなのかな、それでいうと、ベストでいうとね、結構まあちょっと肩が僕の場合ですけどもちょっとこう出てるっていうか落ちてるんで、ちょいざっくりかな。でもそんななんかめちゃめちゃゆったりとか、いう感じではないんで、まあ、僕で S でいい感じなのではないかなと、思います。はい。どうすか。で、これもまあ、ちょっとこれ、物でね、構造どんなのかと、ご説明しますと、だから、これもずれてる系ですね。さっきのシャツと同じですよ。だちょっと、仮にですけど、参考までに、もしこれずれてない、ずれてないというか、本来であればこうなってるものがずれてるっていうふうに見せると、だから、もうパターン的に無理なんですけど、ちょっとこう、参考までにって感じになると、これがだから本当は正しいベストの あれですよね、見え方としてはこうなってるのが、ちょっとまあこの辺生地たるんでるのはちょっとパターン的にね、もうずれてるのがデフォルトなんであれですけど、本来であればこういう見え方のものをちょっとこう、ちょっとこっちがこうずれててみたいな、でそれに伴ってね、だから後ろ側のやつもこう、本当は後ろの背面の生地であるはずの、見えることがないはずのこの背面のリブ地、ここも編み地が変えてますから、はい、ここリブでこっちね、ケーブルってなってて、ちょっとこう前、こう立体的にちょっと体をラップするみたいな感じのイメージですよね。ラップずれてるんですか、それがちょっとこうラップされてるというか、で着心地としてはそのなんか、まあ、見え方はずれてるんですけど、別に普通のニットベスト着てるような着心地は着心地です、はい、っていう、まあ、デザインですよね。だから結構面白くないですか。ちょっとトロンプルイユじゃないですけど、ね、騙し絵的な感じで、あれみたいな、こう、グイッグイッってずれてる。で、僕的にはね、こういうところが好きですよ。こうずれてるね。ずれて、こっちが、こう、生地が、この段差ね。この段差好きですよ。僕、こういう段差。あと、後ろのこういう、こういうところとか、ここの段差とか。こういう段差がこうね、出てきちゃってるっていう感じ。はい。で、色も良くないですか、色合いもね。はい、
これもちょっとこう爽やかな、これサックスのブルーが入ってて、これもいいと思います。これもだから例えばベージュのこのシャツとか、まあ白シャツはもちろん何でも合うと思うんですけど、ベージュのシャツとかでもこれ多分合うと思いますしね。はい、なんかちょっとこう近年ね、こういうニットベストみたいなのって結構流行ってて、まあなんかね、同じようなデザインのもの多く出てますけども、これはねいいんじゃないですか。そのなんかちょっとこうね、飽和した感じのところに、なんかちょっと一石投じるじゃないですけど、違いが出てくる、デザインでいいんじゃないですかね。ちょっとまあ確かに5万5000円という形でお値段ちょっと高くなってますけども、まあただやっぱこのパターンとね、でちょっとまあ素材はまあウールですけど、はい、そうですね、素材ウールだよな。あ、ウール70の30カシミヤでした。あ、だからやっぱね生地もいいです、はい、生地もなんかカシミヤが入ってるっていうことで、うん、だからなんかそのなんていうの、ウールのチクチク感みたいなものはないですよ。チクチク感みたいなのはなくて、どちらかというとちょっとしっとりしてるソフトな生地感でございまして、肌触りもいいしね。だからやっぱ素材がいいんだな、生地が良くてね、はい、っていうような感じでね、オリジナルパターンのニットでございますから、だこれだ、作り方としてはな、パン2個編んで1個に仕上げてるのかな。ちょっとこれ結構特殊ですからね、どういう風に仕上げてるのか結構わかんないですけど、素人目には。ただまあ特殊なパターンで、生地もいいものを使ってるという形でございますね、はい、斜めに入ったケーブル、これが新しいんじゃないですかとはい、思いますんで、ぜひともという形でございます。はい、あったかいしね、うん、はい、そんな感じで、今回はですね、ファーストのトップス系ですね、ご紹介いたしましたんで、概要欄にリンク貼っておきますから、ぜひともよろしくお願いいたします。基本的に再入荷ございませんので、ご了承くださいという形でございます。はい、そんな感じです。では。